こっちじゃ。いやー、祭壇で儀式を行うか。悪魔の尻尾だ。こっちかな？じゃあ先行ってるよ。悪いけど。じいちゃん、足遅いんで。じいちゃんだったのか。ってことはあれ、姫は俺の姉ちゃんってこと？余裕介の姉ちゃんってことなのかな？先に向かおう。この先にある祭壇が、儀式を行うためのところらしいので、行きましょう。ここかな？祭壇。あ、いた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 。お待ちしておりました、ロウ様。支度は済ませてくれたようじゃな。ご苦労であった姫よ。これは誰なの？関係がわからない。皆さん下がって。新婚の儀式はユグナ王家の二人のみで、お二人のみで行われるので、こちらにどうぞ。あ、姉ちゃんではないのか。あんた、じいさんに姫って呼ばれてるけど、もしかしてあんたは。静かに、儀式が始まるわ。どうなの？姉さんなのか？では、ゆうすけよ。わしの真似をするのじゃ、よいな。人は死ねば皆命の胎樹へと帰っていく。あの胎樹の葉一枚一枚が人の魂と言われておる。されど魔物によって非業の死を遂げた者は未練を残しこの世を迷うという。そんな魂を救う儀式がこの地に伝わっておる。じゃあこれで父さんと母さんが胎樹へと向かうって感じか。いいよ、煙の、なんて読むんだろう。光り輝く蝶たちがやってきおった。これ全部魂？この蝶を人の魂と見立て、命の胎樹へと送る。それをもって、死者の慰めへとするのじゃ。なるほどね。綺麗じゃん。めっちゃ綺麗じゃん。エレノアナただ死んだわけではない。お主とテルカダールの王女を救うため、自らおとりとなったのじゃ。ああ、そうなんだ。かけがえのない二人の命が救われた。ありがとう。ありがとうな、エレノア。そういえば、エレノアは、お主に何か残さなかったかの？あ、手紙。お、これは。この手紙があったからこそ、お主はテルカダール王のもとに。ユイスケ、苦労をかけたな。しかしならばこそこうしてお主と出会えたことも、かなった。ひとえにエレノアの導きであろう。じいちゃん。これは泣くよ。すまん。しばらく一人にしてくれ。
長い間旅続けてきたってことでしょ？私たちもあの蝶みたいに命の退治まで飛んでいけたら苦労しないんだけど。ってこんな時に不謹慎だったわね。ごめんなさいよ、ゆうつけ。ベロニカしかいないのか。ちーちゃん、もう気は済んだか。あ、まだか。じゃあ戻るか。カミュじゃん。じいさんと一緒にいるあの女の正体、さっきの話でようやく確信が持てたぜ。多分あいつは、そういうことだよな。テルカーダールの、王女ってことかな。じゃあ最初にいたのはテルカダールの王女ってことか。王妃様の勇気ある行動にユイスケ様は救われていたのですね。その大切なお命、これからもお姉様と共にお守りしますわ。とっても美しい儀式だったわね。国王夫妻の魂もきっと慰められたに違いないわ。父さんと母さんもこれで成仏してくれる、成仏っていうのかな。胎児へ向かってくれればいいんだけどな。エレノア様。誰？これは恥ずかしいところを見られたわね。エレノア様のことを思い出してたのよ。そう、君のお母様のことよ。歩きながら少しお話でもしましょうか。ってことは、この人は、テルカダールの王女なのかな。私の母は病弱でね、私が生まれてすぐで亡くなったの。エレノア様は、そんな私を気遣って、絵本を読んでくれたり、花摘みに誘ってくれたり、本当に優しい方だったわ。だからそのエレノア様が子供を授かったと聞いて、私心の底から嬉しかったの。自分に兄弟ができたような気がして。なるほど。そう、エレノア様と最後にお会いした16年前のあの日もこんな雨だった。あれはテルカダールの兵士じゃないですか。なんでこんなとこまで来てんだ。どうやら君たちの追っ手のようね。かなりの数だけど、あれだけの追って送って焦るとしたら、そうそうそう、テルカダール王国だよ。お、やばいぞみんな。みんな、やばいぞ。みんな、やばいぞ。あいつらまた来たぞ。追ってきたぞ。追ってきましたよ。うわ、こっちにもいる。先回りされた？祭壇から逃げた連中はいたが、いや、見つからん。あー、熊の子は。ダメだ、どうにも見当たらん。逃げ足の速い連中だ。あれ、じゃあみんな逃げたのか。悪魔の子。あ、バレだ。おいおいおい、叫ぶなよ。逃げよう逃げよう。うわ、囲まれる。仲間の女がいるぞ、どうする。グレイグ将軍から悪魔の子を捕らえようとしか言われておらん。女の方は殺してしまえ。カバンはあいつも悪魔の子の仲間だ。おい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 、こんなところで終わるわけにはいかない。お、強え強えな、こいつ。大変だ、グレイグ将軍を呼びに行かない。うわ、逃げやがった。ユースケ、急いで山を降りてみんなと合流しましょう。だな。手が持ってかれた。よし、行こう。
あ、グレイグス将軍じゃねこいつ。追ってきやがったなこの野郎。そこまで悪魔の子よ。デルカダールの将グレイグス水産。いやカッコつけてもらっても困りますわ。デルカダールへ脱獄した貴様を追いつけ追い続け、グロッタの町でようやく足取りをつかんだ。よくもここまで逃げたものだな。うわ囲まれた。どうしようどうしよう。やべえぞやべえぞ、ピンチだピンチだ。悪魔の子は私が相手する。その女はお前たちに任せた。行くぞ。負けねえぞ。あ、やっぱ強いな、グレイグス将軍。どうした、貴様の実力はそんなものか。おや、なんか、煽ってるな。あ、やばいやばいやばい。よそ見してる場合じゃねえよ。やられる、やられる。もう逃げ場はない。ここまでだな。悪魔の子よ。あ、これは、勇者のあれが光るんじゃないかな。やばい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 、やめなさいグレイグ。なんだと。あ、まさかマルティナ姫なのか。あ、やばいやばいやばい、崩れる崩れる。あー、ダメ、絶対に姫様、やっぱりデルタガールの王女なのか。今度は話さない。あの逃がしてくれた子がこの子だったのか。お、どこだここ。目覚めたけど、あれはマルティナか、マルティナ姫か。開けてみようか。よかった、気がついたのね龍介。あ、風邪ひいたんじゃない、大丈夫か。服も濡れてるし、暖を取りましょう。ここはどこだ。君を助けられてよかった。もう二度とあの日のような思いはしたくなかったから。あの日の思い。君とデルカーダルの姫を救うためエレノア様はおとりになった。ロー様は君にそうおっしゃったはず。そう、私こそがエレノア様に命を救われたデルカダールの娘なの。マジか。16年前君を抱いたエレノア様に連れられ私はユグナ城を脱出したわ。でも魔物集団に追い詰められエレノア様は私に君を預けるとおとりとなって私を逃がしてくれた。それなのに魔物に見つかり幼く非力だった私は逃げる途中で川に落ち君を手放してしまった。あの後ロー様に助け出されたのが私ではなくせめて君であったならと何とも思ったわ。君とはぐれた後、私はロー様と共に、故郷のデルカタール王国に向かったわ。お父様に助けを求めようとしてね。でもお父様は私が死んだと決めつけ、勇者に殺されたのだと広めていた。まるで真実から人々の目を遠ざける。ロー様は、お父様をそそなかしている者が背後にいるはずだとおっしゃっていたわ。
お父様を利用しているのは誰なのか真実を明らかにするために、私とロー様は旅に出たよ。なるほどな。ってことはホメロスが怪しいんじゃないか。でもまさかグレイグと来るとは。グレイグが来るとは。もしももう一度襲われたら次は逃げ切るかどうか。でもマルティナってのが分かったぞ、グレイグは。なんかこうしてみるとお似合いに見えてきた。見えてくるな。ってことはこの子もヒロインの候補になるのかな。うわ、二択かよ。雨が上がったようね。とりあえずユグナ城に戻りましょう。みんなはどうしてるんだろう。ここはどこなんだろう。よし、ユグナ城後に戻りますか。ここどこだろう。あ、結構下に降りたのか。切り株がいる。切り株ばっかだな。てかマットとかはないね、マット。なんか景品がもらえるらしいんだけど。マットが、あ、あった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 。ポン。多分他にもどっかにあるのかな。なんかイベントだ。あれ？グレイグ将軍？またお前か。持ってきたのかよ。やはりな、あのようなことで死ぬとは思わなかったぞ、悪魔の子よ。グレイグ。あの忌まわしき日より16年。姫様ご現在なりしはこのグレイグの妨害の喜び。しかし何故悪魔の子をかばい立てなさるのです。姫様であっても主命を邪魔なさるなら切らねばなりません。グレイグ将があなたの立場はわかります。ですが私たちもやることがある。どうか私たちを見逃してはくれません。姫様、我が主君はデルカダール王のみ。主君の命令が何よりも優先されるのです。ケチだなぁ。相変わらずね、グレグ。あなたの忠誠心の強さは誰よりも知ってるわ。きっと話しても分かってくれないわね。こうなったら力づくって感じかな。姫なのに強えぞこいつ。いやー、グレイグスもなかなか強いな。驚きました。なかなかのお手前ですぞ。求めないですぞ。16年前ただのおてんば姫であられたが相当な修羅場をくぐり抜けたようですな。ふざけないで戦いの最中に相手を褒めるなんて言うのつもり。馬から降りてねえからなこいつ。めっちゃ強いじゃん。姫様こそ私を甘く見られておられますぞ。悪魔の子をかばいながら戦うなど少子千万。それで私の剣を裁けると思いか。あ、来た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 。お、燃えとどまったぞ。よしよし、やっちゃえやっちゃえ。おお、落馬させた。よし、逃げよう逃げよう。馬取って逃げるよ。急げ急げ急げ。置いてかれたんご。グレイグス将軍置いてかれたんご。マルティナ姫、あなたは一体。結構姫と親しかったのかな。グレイグス将軍は。あ、いた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 。こんにちは、戻ったよー。
みんな助かったぜ。じいちゃんも心配してんのかな。無事じゃったか、二人とも。ロー様、ご心配をおかけしました。グレイグの襲撃を受けましたが、なんとか逃げ切ることができました。おっては、やはり奴じゃったが。グレイグには確かめたいことがあったが、それには及ばぬようじゃな。やはり、今のデルカダール王国には魔物がはびこっておると見て間違いないだろう。はるか昔、栄華を誇ったとある王国は、化け物が化けた、なんと、関心に滅ばされたという、その魔物の名は、ウルノーガ。わしらは長い旅の末、やっとその名前にたどり着いた。そやつこそ、はるか昔より暗躍し続ける、邪悪の化身よ。おそらく今のデルカダールも、その魔物が牛耳っておるのじゃろう。あ、じゃあ、王様は、そいつなのかな。よいか、ユウスケよ。この世に生きるすべての者たちのために、お主はウルノーガーと戦わなければならぬ。邪神なきこの時代に勇者として、お主が生まれたのはそのために違いない。だが、ウルノーガは未知にして強大、闇の力をまたった恐ろしい奴じゃ。無策かな。奴に立ち向かうことはできまい。闇の力、私聞いたことがあります。命の大樹には闇の力を払う何かが眠っていると。やはりお姉様、ユースケ様を連れ、命の大樹に行かなくては。お、これか。虹色の枝。かつて命の大樹の一部であったもの。勇者の力を持つお主ならば大樹への道のりについて、何か知り得るやもしれん。ゲットしました。ようやくゲットしたよ。ここまで来るの長かったわ、マジで。どうだ？何か見えないか、ユースケ。特に見えなさそうですね。偽物じゃないと思うんだけどね。ほっほっほっ。まあ仕方はあるまい。これからわしと姫も同行し、命の大樹への生き方を見つけるとしよう。よろしく頼むぞ、ユウスケよ。お、じいちゃんとマルティナが仲間になったぞ。これでパーティーメンバーは全員かな？多分全員だろうね。世界を冒険して命の大樹への生き方を見つけよう。ってことは、世界樹の見つけるしかねえのか。どこ行きゃいいんだろう。特に決まってないよね。もうこれは世界を冒険するしかないよな。あ、ムービーだ。おい、ユウスケ、枝が。あ、光ってる。お、なんだ。あ、これオープニングムービーであった場所じゃん。あ、オーブを集めるのか。あ、じゃあ、レッドオーブ今あるから、イエローオーブもあんのか。で、パープルオーブ。あと、ホワイトオーブかな。あ、みんなにも見えたみたい。ちょっと何よ今の、私にも見えたわよ。天空に佇む祭壇。あと6つのオーブン見えたわね。お姉様、もしや、あの祭壇に6つのオーブンを捧げれば、命の大樹への道が開かれるということでは。すげえ、大樹への生き方が分かっちまったぜ。これが虹色の枝の力か。ここまで探し求めてきた甲斐があったぜ。レッドオーブンあるもんな。こいつにそんな意味があったとは。俺には俺の使い道があったんだが、そういう話ならこれはお前にやるよ。大事に使ってくれよな。お、ありがとう。つか、イエローオーブは？ああ、持ってたのか。ロー様、売らなくて正解でしたね。仮面舞踏会でもらったそのオーブ。
生む。危うく真の価値も知らずに、わからず路銀にうるく変えるとこっちゃったばい。さあ、よいすけ受け取るがよ。じゃあ、あと4つか。4つだね。グリーンと、でもパープルオーブがどっかにあったから、4つのオーブを集め、始祖の森のあり、森にある祭壇に捧げるのじゃ。でも一体どこから探せば。オーブといえば子供の頃海底に沈んだオーブがあるって聞いたけど、そんなの雲をつかむような話だしね。とにかく今は手がかりがない。世界中くまなく回って、情報を集める効果なさそうだな。うむ。世界中をくまなく守るには、まずソリティコの町にある水門を抜け、外界へと出るのがいいじゃろ。ソリティコはダーハルーネの町から船で北西へ進めばたどり着けるはずじゃ。幸いソリティコの町には、ジエーゴという知り合いの漁師がいる。わしが頼めば心よく水門を開けてくれるじゃろうて。ん？なんだ？何かあんのか？シルビア。よし、それではオーブ探しの旅に出るぞ。ウルノーガを倒すため、6つのオーブを手に入れ、命の大樹への道を開くのじゃ。もう、目的が決まったね。ダーハルーネに行きますか。じゃあ、ルーラー使うか。もう、勢揃いだな。どうした？シルビア。よし、行きますか。ここ。あ、確かなんかあったわ。ここかな？ちょっと、降りまーす。お、ソルティアナ海岸に着きましたね。ソルティアナ海岸にあるソルティコの町へと向かおう。なんか気持ち悪いな。このキャラはいつ見ても気持ち悪いね。この先かな。あ、なんか光ってる。綺麗じゃん。ここは歩けるのか。あ、歩ける。あ、なんか出てきた。攻撃だ。ガストたち。あれ？大手チェーンレストランじゃないか。あ、倒せた。余裕だな。弱え。大手レストランチェーンは弱いですね。あ、またガスト出てきた。俺はココス派だ。食らえ。ペシ。こいつもペシってできっかな。あ、できた。吹き飛ばしの常連。お、ここだな。橋は立派だな。橋超立派。トゥルトゥルってトゥルルってトゥルトゥルって。あ、カジノじゃん。カジノがあるよ。あ、私ちょっと花摘みしてくるわ。花、あらら、あっちに綺麗なお花畑があったのよ。これは何か訳ありだな。一体どうしたのかしら、シルビアさんったら急に。ジエーゴ殿はこの町で一番大きな屋敷にいるぞ。では行くとしよう。そうそう、わしがユグノーの禅王であることはジエゴ殿には伏せてあるんじゃ。バレると何かと面倒じゃからの。ここでは旅人の老としておる。そんなわけでそのように話を合わせてくれ。よろしく頼むぞい。あ、いいでしょう。妻は強し。いらっしゃい、カジノはロマンよ。回さなくちゃ当たるものも当たらない。億万長者も夢じゃないわよ。スロット、ポーカー、マジスロ。色とりどりの遊戯があなたを待っているわ。この先の階段を降りて夢の世界へ行こう。ちょっとカジノやってみますか。カジノだ。なんかドラクエといえばカジノらしいので、ちょっとやってみよう。ソルティコカジノ。
誰もが夢を抱いて訪れるロマンの殿堂、ソルティコ監視の上へようこそ。ここではコインしか使えません。階段を降りて正面のカウンターでコインをご購入くださいませ。コインか、カウンターここか。ここはコイン売り場です。1枚20ゴールド高くね？50枚しか買えねえじゃん。ちょっと50枚買ってみよう。終わりました。終わりましょう。超ラッキーマン。世界には色鮮やかに光り輝く6つのオーブがあるのだとか。美しき6つのオーブは6つの大国によって保管されていたそうですが、時は経ち半数の国は滅びて、所在は定かではないそうです。あ、そうなんだ。ここかな。ジエーゴの屋敷。